大関が和造は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、大田原助清の長男として大英7年に生まれたとされる。天文11年頃、父の政略で大関修造の養子氏となり、家督を継いで白旗城主となった。天文18年の木連川五月女坂の戦いで唯人して、先行を挙げた。天文20年、15位した。 エモンサに除任後に、ミサクマモルになった。A63 年、小田ゾの戦いでは、白川勇希氏、足なしの信仰に際し、ナス助ケを助け、防戦に努めたが、戦後、合戦に苦戦したことを非難され、主家と対立。構造は、大田原白城ナス州と共に、佐竹氏に内通した。以後、上ナス州とナス市の間で、戦いが繰り返され、 A69 年には、佐竹氏、下野宇都宮氏も加わり、助竹を攻撃。しかし、助竹の奮戦に退けられ、翌年、佐竹義重と共に、大垣山で、那須氏と戦うが、再び退けられた。助竹との戦いにいずれも敗れた大関氏、大田原氏は、A61 年、助竹とは僕。構造は帝発史家に反抗した罪を射した。 その後はナスの亡きの筆頭的な人物として、主家を支え、ナススケハルの代には、ナス氏における最有力者として、牽制を誇った。天正四年、居城を白旗城から黒羽城に移した。天正六年、次男、清蔵に家督を譲ったが実権は握り続けた。天正十三年三月、四君、ナススケハルと共に、薄洋が原の戦いにて、 塩谷義綱、宇都宮国綱連合軍を打ち破り、大関税は多くの支給を挙げた。同年12月には、主君、助春の了承を得て千本、助都市、市政親子を暴殺し、千本市の医療の一部を弟である福原助高、大田原綱清らと分割し、実家である茂木氏市に戻されていた、助都市の養子、千本義高に千本市の家督を継がせた。 また、同年末から翌天正14年に1月にかけて、こちらも、スケハルの了承を得て、次男、清志を、異王の指針の所領に攻め込ませ、清志が勝利したことにより講和の条件として、異王の領の統合を活上させるなど、戦乱的な行動も目立った。天正18年の小田原征伐では、主家の那須氏が地産し、改益されたのに対し、 いち早く三人死一万国の所領を安堵され、また長男、晴れ蔵にも三千国が与えられたことによって、王関氏は一万三千国を領する大名となった。没年月日は、関営諸家系図伝では、慶長5年に1月14日となっていたが、関西重修諸家府では、慶長3年に1月14日に訂正されている。去年72。ABCDE。 完成重修書課府、ハット ABCDE、大関雑巾課府、大関系不略伝原福寺に、第三大古学坊、足利高本天文4年の返記を受けていることから、もう少し早い可能性もある。資料総覧第9編の910160ページ、資料総覧第9編の91566ページ、第2本資料第10編の173ページ、 資料総欄第10編の911-106ページ、ありがとうございます。